ハインリヒ・シュミット・ガルは、カザフ・ソビエト社会主義共和国、アルマトイ州、エシク出身のカザフスタン代表プロサッカー選手である。ポジションは DF。シュミット・ガルの家族は、彼が2歳の時に、カザフスタンからドイツへと移住したため、シュミット・ガルは、SC ・フェールのユース・アカデミーでサッカーを始めた。18歳の時に、シュミット・ガルは、トップチームに昇格、4年間で、 オーバーリーガ西区において102試合出場15ゴールという成績を挙げる。2007年、ブンデスリーガに所属していた VFL ボーフムと契約を果たすが、トップチームでの出場はなく、リザーブチームで61試合8ゴールという成績を残した。2009年の夏、ボーフムからブンデスリーガ2部の SC ロートバイス、オーバーハウゼンへと移籍した。2011年には、 spvgg グロイターフィルトに移籍し、チームの一部昇格に貢献した。2013年5月、ホルトゥナ・デュッセルドルフに移籍することが発表された。2008年、サッカーカザフスタン代表の代表監督となったベルント・シトルクが、カザフスタン生まれのドイツ人選手として、彼の調査を開始した。この調査では、セルゲイ・カリモフ、ユーリ・ユドと、 シュミットガルの3名を対象として調査した。2010年9月3日、シュミットガルは UEFA ユーロ2012予選 A 組のトルコ戦でカザフスタン代表デビューを果たした。シュミットガルはカザフスタイ国籍を完全には取得しておらず、暫定的に作成されたカザフスタン国外では使用不可能な身分証明書しか持っていなかったため、UEFA の規定により、 ウィーンで行われた予選第2戦のオーストリア戦には出場することができなかった。後に正式なパスポートを取得し、ドイツ系カザフスタン人となった。2012年8月25日現在。ありがとうございます。